こんにちは、カオルンです。本日はですね、ビクターのめちゃめちゃ可愛いイヤホン、2年前にね発売しましてね、未だに大人気 HAA30T、 こちらがねめちゃめちゃ可愛さを増し増し、もうより増し増しで最新シリーズとして登場してまいりました。それがねこちらになります。ドン、ビクターの HAA30T2 でございます。イエイ。前回の A30T、 とってもねビクターロゴとねぴったりのデザインとなっておりまして、個人的にはねそこをね一番推してきたんですけれども、実はね音もねめっちゃ良くて、クリアでね濁りがねないんです。さらにノイキャンもついていて、コスパも最高、誰にでもね手に取りやすくてね満足のできるねイヤホンとなっておりました。今回の A30T2 はですね、よりコンパクトなサイズとなっておりまして、さらにね、今とっても需要のあるマルチポイント、あとね、アプリにも対応しています。じゃあですね、早速ね、その魅力を伝えていきたいので、まずは基本スペックから見ていきましょう。どうぞ。さあ、基本スペック見ていきたいと思います。まず値段が9900円となっております。これね、前回の A30T とね、全く同じ値段です。今のね、この値上がりの時代にね、同じっていうのはね、すごいですよね。さらにカラーは5種類。グリーン、ピンク、パープル、ブラック、ホワイトとなっております。本体は左右各 4.5g。 これね、ぶどう一つ部分に当たります。めっちゃ軽いです。さらにケースも 23.7g というところで、これね、ミニトマト1個分です。なので、イヤホンケースともにね、小型、軽量設計となっております。音の方はね、低域から高域までクリア、そしてね、かつ迫力のあるサウンドを実現しています。コーデックは SBC、 そしてね前回からなかった部分 AAC もねついております。サウンドモードもね対応しておりまして、フラット、バス、クリアのね3種類となっております。ノイズキャンセリング、外音取り込み機能、低遅延モードにも対応しています。連続再生時間は本体が11時間、ケースがね16時間の計27時間となります。クイック充電にも対応しておりまして、10分の充電で80分使うことができます。防水機能は IPX4、 マルチポイントにも対応しています。そしてね今回からアプリにも対応してますよ。はい、デザインの方一緒に見ていきましょう。どうでしょうか、このねポップなデザイン、このね現代風なポップな感じに、このビクターのねロゴがねめちゃめちゃ合ってるんですよね。中を開けるとこんな感じ。このね柔らかなピンク色とね、プラスこのイヤホン本体のメタリックな高級感のあるピンク、これもね本当に可愛いです。でね、ちゃんとねビクターロゴも中にありますから。そしてすごくちっちゃいし、めちゃめちゃ軽いです。もうね持ってるかどうかもわからないくらい、お菓子で言うとねうまい棒を持っている、そういった感覚でしょうか。 A30T の時もねこんなにね手のひらに乗るくらい、すっぽり乗るくらいね小さいのに、よりね A30T2 でねまた小さくなっているということで、すごくコンパクトです。正直コンパクトさで言えば、今ねたくさんイヤホンありますけれども、もうねこの A30T2 群をね抜いてるかなと思います。さあ装着してみるとこんな感じとなっております。どうでしょうか、めっちゃ似合うでしょ。こうねポップだからね、私服にもねめちゃめちゃ合うんですけれども、実はねスーツにもね結構合っていて、このねスーツのグレー調な感じにね、このポップなデザインがねよりね彩りを与えてくれるような、そういったねデザインとなっております。さらに装着感もねマジで抜群です。めっちゃいいです。本体がねとっても小さいので、耳の奥までね入れてもですね、こう耳の周りにねこうべったりつくようなね、そういった感じがありません。こう皆さんの中でね、ちょっとカナル型のねがっつりこうね入れるようなイヤホンがね苦手とか、挑戦してみようかなとかね、あるいはねそもそもイヤホンをね耳に入れるのが苦手って方もですね、今回のね A30T2 ね挑戦してみる価値あると思います。じゃあですね、続いて一番肝心の音の方を見ていきましょう。結論から言うとね、めちゃめちゃクリアでね綺麗です。コスパのいいイヤホンってね、ちょっとね濁りのある感じ、ノイズ感がねあるような感じ、その代わりにね低音とかねもうガンガン鳴らすような、そういったねイヤホンが多いんですけれども、この A30T2 にはねそれがないです。
聞いていてね、とってもね、心がスッキリするような、体がね、スッキリするようなね、感覚があると思います。さらに臨場感もね、それなりにあるかなと思います。このね、クリアなね、音をね、壊さない、しつこすぎないね、迫力っていうのがね、味わえます。続いて、ノイキャンですけれども、こちらはですね、前回の A30T と同じで、効果自体はね、そんなに強くないかなといった感じです。ただ、イヤホンのね、大きさがとても小さいので、奥までね、入れることができますので、このね、ノイキャンとね、あとはね、この耳にね、しっかりハマって遮蔽している部分、このね、組み合わせでね、成り立ってるかなと思います。電車に乗っているとね、その車内のね、ゴーっていうね、空調自体はね、結構消えるんですけれども、電車がね、走ってるガタンゴトンってこう胸に来る感じ、あれはね、和らぐといったね、感じです。アナウンスはね、全然ね、聞こえますよ。あとはね、同時期に発売したね、専用のイヤーピース、新しくね、ビクター専用のね、イヤーピースが出ておりますので、そちらをね、使ってみてもいいかなと思います。また、外音取り込み機能なんですけれども、こちらはですね、少しノイズ感はありますが、ちゃんとね、相手の声っていうのはね、聞き取ることができると思います。続いて、新しく搭載されたアプリの方を見ていきましょう。アプリに関してはですね、前回紹介しました、ちょっとね、上位モデルの HAFX150T。そこでね、アプリ単体でね、動画を1本出してますので、ぜひね、そちらを参考にしてみてください。なので今回はピックアップして紹介していきます。まずタッチ&トーク機能ですが、こちらはね、外音を取り込む量をね、このね、ゲージで調節することができます。イヤホン本体がね、光ってるね、LED、インジゲーター、あとはね、音声ガイダンスのプロンプト、そしてタッチキーなんかもね、触っちゃうっていう方はですね、ここでね、オフできますので使ってみてください。またサイドトーン機能っていうのがあります。これね、電話をしているときイヤホンでね、耳が塞がってるので、自分の声っていうのがね、こう今どのくらいの大きさで喋ってるっていうのがね、分かりにくいかと思います。このね、自分の音っていうのをね、マイクを使ってね、取り込んでね、聞こえるようにしてくれますので、これもね、便利です。またサウンドモードに関してはね、自分でね、カスタムを作ることもできます。周波数に、そしてね、原因をどのくらい大きくするか、そしてそのね、大きくした原因をどのくらい鋭くするか、そういうのもね、調節できますので、ぜひね、やってみてください。あとはタッチキーもね、自分でカスタマイズすることができるんですけれども、こちらね、見てもらうと音楽、あとは音楽の片耳を使っているとき、そして通話の片耳を使っているときって感じでね、かなり細かく調節ができます。それぞれね、L と R でね、1回押し、2回押し、3回押し、4回押し、5回押し、あとはね、長押しでね、いろいろね、カスタマイズできますので、かなり細かくね、できますよ。マイクテスト。今ですね、ビクター HAA30T2 でね、お話をしていますよ。どうでしょうか？僕の声ね、ちゃんと聞こえていますでしょうか？クリアにね、聞こえていますでしょうか？はい、ということで今回はビクターの HAA30T2 をね、紹介してきました。いかがだったでしょうか？前回の A30T のね、おしゃれで可愛いコンパクト、そしてね、音もいいし、ノイキャンもあってコスパもいい、そういったところはね、余すことなくね、ちゃんと受け継がれていましたよね。さらにサイズがね、よりコンパクトにね、めちゃめちゃちっちゃいです。そしてマルチポイント、アプリにもね、対応しておりましてね、値段自体もね、変わらないので、基本的にはね、 A30T2 をね、手に取ってもらえばいいかなと思います。どなたでもね、ちゃんとね、満足できるね、イヤホンとなっております。ということで今回もカオルンチャンネル、ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルンチャンネル、楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してね、コツコツ頑張っておりますので、ぜひね、応援お願いいたします。そうしましたら、また次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。